魚市場ですね。アドリア海の海の幸、いや、どんな魚が取れるんでしょうね。ちょっと見てみましょう。スカルポーナーね、マビッシュ。かなり新鮮で美味しそうですけど、あの残念なことにちょっと今回ホテル泊まっている場所にキッチンがないので調理ができないんですよね。まあなのでこの魚料理を出してくれるレストランを探すしかない。いや食べたいな。2度目の市場に来ましたね。やっぱり市場に来るともうその国の台所事情が分かりますからね。さあこのねイチジクを買いましたけどね、これ袋いっぱいで170円です。いただきましょう、うん、甘い甘っ。これ美味しいわ、うん、青いから売れてないのかなと。おお珍しい、面白い。おばちゃんたちが絡んでくれましたね。みずみずしい。これ売れてないのかなと思ったんですけど、この通りめちゃくちゃ売れてる、うん、あ、うまそうやな。スプリットに来てから一気に気温が上がってるんで、今日中の気温は28度超えてますけども、まあ、そういう暑い場所に来て何をするか動かないのが一番です。あんまり長い距離を移動しないで、中心地、まあ幸いスプリットは昔のローマ皇帝が住んでいた王宮宮殿に、人々が住んで店を出して、まあそういう感じなので、もともとも世界遺産としてあるローマ帝国の時代からある宮殿の後にカフェがあったりとか、まあおしゃれなお店が多いんで、まあそこでゆっくりお茶をしたり、まあ、ちょっとたまたまですね見つけたこのアイス、あのアイスクリーム屋とケーキのお店、かなり当たりでしたね。あの地元の人がひっきりなしに来るんで、あの下調べなしに来たんですけど、これかなり当たりでしたね、うん、しかも値段も200円とか250円とかで、あのホームメイドのアイスを食べれるので、まあ、かなりおすすめですね、はい。まあ、そんな感じで、スプリットでの滞在は、まあ、アクティビティに参加するというよりはもう街でゆっくりと時間を使いたいと思います。
この宮殿、ローマ皇帝が使っていた宮殿跡地に作られたお店、あとは住居、実際に使われてるからこそなんか味がありますしね、生きてますよ、遺跡そのものが。今も街角とかね、何気ない路地とかが味がありますからね。なんでやっぱりその空間の中で時間を過ごす、屋根のない博物館とか言われてますけどね、スプリットの街が。夕方はアドリア海を泳いでクールダウンしたいなと思います。アドリア海、もう全然磯臭くないですね。いやすごい気持ちいい。もうね、日が落ちた後でちょっと寒いかなと思いましたけど、全然気持ちいいですね。ベストな水温、It's rolling, man. Hey, get in this video. Yo. スプリットの海水浴場ビーチはこのようにシャワーが無料で使えますし、あとは更衣室ですね、無料の更衣室というか、ちょっとね中で着替えられるスペースもあります。